どうこれ、優勝でしょ。どう最近、今日は以前実況した蛇の命というゲームのグッズを作者様と共同で作らせていただいたので、その商品紹介ですね。でそもそもなんでこれらを作ったかって、大きい会社のゲームと違ってフリーゲームって作って発表したらそれで終わりになってしまいがちだと思ったので、蛇の命の世界観だったりキャラクターたちがなんか形に残ってほしいなって思ったんですよ。俺が欲しかったんですよね。俺が欲しいものを作りたくて作者の緑川さんに作りまへんかって言ったら、ほなやりますぜっていう感じだったので、それでそうだな、半年くらいかけて準備してきたっていう感じですね。じゃあまずはこちらのピンバッジセットですね。見ての通り額縁入りで10種類のピンバッジが入ってるやつなんですけど、ちょっとこれ外そうか、額縁反射しちゃうから。まあ外すとこんな感じだね。でおなじみのキャラクターたちに加えて、この牛沢蛇と日向くんバッジ、持ってるのはヘビボールなんだけど、この2つは緑川さん本人に書き下ろしていただいたやつですね。であとはまあ土の子の手配書と動細菌吹き出しとかもあるんですけど、あ、この吹き出しも書いてもらったんだっけな、吹き出しの形だけ文字はフォントなんだけど、これも一応書いていただいたやつですね。この10種類入りで、まあ、額縁とセットで7770円なんですけど、この値段はちょっとね、もう俺が完全に舐めてたね、ピンバッジの原価を。この案を出した時点の俺がなんか5000円くらいでいけんのかなって最初は思って案出したんだけど、全然そんな感じじゃなくて、額縁の値段も乗っけたらなんか9000円くらいしてもおかしくない感じになっちゃったんですけど、ただまあ7770ゴールドっていうのがゲーム中でもキーワードになってる金額なので、まあどうにかそこまで下げたっていう、まあそういう感じになってますね。まあこれが、うん、最初に案を出したやつだし、一番買ってほしいやつかもしれない。ちょっと高いですけどね。ただまあ値段頑張ったって言っても7000円超えがどうしても手が出せないっていう方もいると思うので、一応単品販売もしてるんですよ、これバッジ一つ一つを。まあ一つ700円なんですけど、ただ、土の子の手配書と日向バッジと牛沢蛇と同細菌、この4つだけは単品販売なしになってますね。ゲーム中に登場するキャラクターだけですね、単品販売してるのは。まあこれ理由としては、全部単品販売しちゃうとフルセットの存在意義がちょっと薄れちゃうみたいな、なんかそういう大人の事情みたいなのもぶっちゃけありますね。あるんですけど、ただまあそうね、7770円はちょっと高いけど通常のヘビと大型種くらいは買っとくかみたいな、うん、そういう買い方をできる、そういう選択肢もあるっていう、そういうもんだと考えていただきたいね。あとセットはセットで飾る用に買うけど、何かにつける用に単品で買うとかね、そういう買い方も一応できますね。ちなみにこれ額縁も結構ちゃんとしてて、そのままこうやって立てて飾れるようになってますね。うん、買った状態でそのまま飾れる感じになってるはず。あとこれもう一つね、これは逆に単品販売しかしてないバージョンとして、このインクが入ってない脱皮バージョンっていうのがあるんですよ。これなんだろう、まあ今言った通りなんだけど、インクが入ってないだけなんだけど、他のバッジはね、このくぼんだところに、このバッジのくぼんだところに色のついたインクを流して、その後上から樹脂でコーティングして完成みたいな作り方してるんですよ。結構なんかちゃんとしてるの分かるでしょ、この感じ見ると。ただまあなんかこのインクがないシルバーだけのバージョンも、なんだろうな、普段使いしやすいデザインのバリエーションとしていいんじゃないかって、これまあ緑川さんが言ったんですけど、っていうことでこれなんか急遽単品のみの販売として加わったんですね、商品に。だからなんだろう、カバンとか帽子とかにつけててもあんまりキャラグッズ感が出ないっていうので、うん、こういう方がなんか物につけやすいっていう人いるんじゃないかな。これ俺もつけたいもんね。いやでもほんとこうちゃんと凹凸があるのがいいんだよね。なんか平らな金属にプリントしただけみたいな作り方もできるっちゃできるんだけど、その方が当然安くはなるんだけど、ただなんかいいものを作りたくてね、うん、ちゃんといい感じに作ってもらいました。まあこれも他の単品販売と同じく700円。
じゃあ続いてこちらなんですけど、これは最初にも見せたラバーマスコットだね。手のひらに乗せるとこのぐらいのサイズで、これは一つ1300円で、この通常ヘビの他にこのヘビ大型種と、こいつ結構好きな人多いよね、ヘビメタくんですね。ハードモードにしか出現しないヘビメタくんと、あとすいません生意気なんですけど、牛沢ヘビも作ってもらいましたね。これちゃんと立体になってるんですよ、あのイラストでしか存在しない謎の牛フードがね。ただこれ結構ね、フィギュアの構造として複雑な感じになってて、結構難しいことやってんじゃないかな。このヘビの細い体がトグロを巻いて、それでちゃんと自立するようになってるんですけど、ただこれすごい正直に言ってね、牛沢ヘビだけちょっと安定感あれなんですよあれなんですよ、頭が重いのね、これこの牛フードのせいで、頭が重いせいでちょっとこいつだけ平らなところに乗せた時にカタカタしちゃうかもしれない。他のやつらもちょっと個体差あったりすると思うけど、こいつ特にね、これもうちょっと正直に言うけど、こいつ安定感悪いです本当にすいません、生意気にこんなもん作っていただいちゃって。まあこの4種類がそれぞれ1300円 でなんかこんな感じの箱に入ってくるみたいです。これサンプルなんですけど、かわいいでしょ。じゃあ最後はこれだね。これね、オンラインストアではグニャグニャキーホルダーっていう名称なんだけど、そう、これ曲がるんですよ。蛇の体に針金みたいなのが入ってて、まあ、割と自由に形を変えることができるっていう面白商品だね。蛇であることを生かした、だからまあこうやって細いものに巻きつけて指輪として使うこともできなくもないし、あとなんかイヤホンとか充電器のケーブルを束ねんのにいいんじゃねえかみたいなこと言ってる人もいたな。まあなんか使い方の幅が広いのか狭いのかよくわかんないけど、まあ楽しい商品ですね。まあキーホルダーにすることもできるし、チェーンつける穴みたいなのがついてるから、あとはこうやって普通に自立させることもできるね。これは通常ヘビと牛沢ヘビの2種類のみかな。で1つ1500円、まあそこそこの値段する気もするけど、なんか難しいことして作ってる感あるしね。牛沢バージョンちゃんとマスコットと同じようにフードかぶってるし、ほらもうこんなことしたらすげえチャラいよねどう最近。じゃあこれで全ての商品を紹介したんですけど、これらは全て受注生産のみで販売してて、ストアの URL はこの動画の概要欄にも貼ってるし、多分受注期間中は俺の Twitter の固定ツイートにもしてると思うので、まあそのあたりから飛んでいただけたらいいかなと思いますね。あとこれちょっと申し訳ないんですけど、これらのサンプルが手元に届くのがちょっと遅くなって、結構もう締め切りが近いんですよね。締め切り間近なんですよ。この動画を投稿してるのが多分11月11日くらいだと思うんですけど、締め切りがね、11月14日の日付が変わるまで、まあ、つまり23時59分までなので、あと3日くらいしかないのかな。なのでまあお早めに購入の手続きをしていただきたいなと思いますね。ほんとすいません、これ遅くなって。ただ本当ね、期間過ぎてしまったらどうすることもできないので救う力が俺にはないので、はい、お早めにどうぞっていう感じですね。じゃあ、あんまり面白くないお知らせの動画で申し訳なかったですけど、蛇の命グッズをぜひよろしくお願いします。ただ本当にいいもの作れたと思うので、ぜひ手元に、届いてほしいというか、現物を見ていただきたいですね。ではありがとうございました。